倹約王、水野忠邦です。はい、それでは始めていきましょう。前回、天保のね、基金で大変なことになってましたよということで、まあ、これはもう改革をするしかない。今、いつもの流れになるわけなんですけども、1841年に老中に就任した、こちらですね、水野忠邦さん。まあ、どんな人ですかっていう話になるんですが、もうこの人はもう一つだけです。もう、倹約王です。倹約って何ですかって言うと、今で言うと節約です。いいですか？もう節約王、もう節約しかないというふうな形になるわけなんですね。もうなんだってもアイスクリームの値段全部、スーパーの値段全部知ってるみたいな、コンビニから全部要するに値段知ってて、もう1円でも安い、もうガリガリ君買おうみたいな、そういうような人がこう水野忠邦さんなんですね。で、その人が行った改革が天保の改革ということになります。いい。か？いいですか？もうなんか10円でもなんか高い米を買ってきたらもうブチ切れるみたいなね。そんなまあちょっとめんどくさい旦那さんみたいな。そんな感じの人が、まあ、水野忠邦さんだよ、というふうな形になります。よろしいでしょうか？もうこの人、倹約王です。凄まじい倹約王です。もう倹約しすぎて将軍が一回引きこもったって伝説がありますからね。はい。もうそれぐらい倹約の嵐ですね。という、この水野忠邦さんという風な形になります。ということになりますね。よろしいでしょうか？間違えないようにしてください。もうこう水野忠邦さんのこの天保の改革、ね。もうどうやって倹約するか、どうやって節約するかっていうことを必死になって考えるという風な形を取るのが、この倹約王の水野忠邦さんということです。で、次回以降は実際にこの水野忠邦さんがやった政策について見ていきましょうと。いうふうな形になります。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。